はい、どうもこんにちは、しょまです。さて本日の動画はですね、僕が XH2 に合わせて買った、なんならこのレンズを使いたいがために X マウントを使ってみたと言っても過言ではないこちらのレンズでございます。シグマ 18-50mm f2.8DCDN コンテンポラリーの X マウントですね。こちらのレンズのレビューをしていきたいなというふうに思っております。このレンズはもうなんといってもね、 XH2 は APS-C の富士フィルムのカメラの中でも比較的大きな方なんですけども、ちっちゃすぎるんですよ。軽い小さい安いのをね、三拍子が揃った、それでいてシグマらしいめちゃめちゃいい写りをするレンズっていうところで、正直今回の動画気になる点みたいなところは話すことがないというような、そんな製品でございます。でこのレンズ実際使ってみて、もう旅行用のレンズとしてもう E マウントも買ってしまおうかなというふうに冷静になって考えてしまったほどにめちゃめちゃいいレンズなので、そういった意味では X マウントユーザーはもちろんそうなんですけども、 E マウントとか、まあ、L マウントほぼボディないんですけども、 L マウント E マウントのユーザーの方も参考になるような動画になっているかなというふうに思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、こちら編集中のしょまです。最初にまず補足をさせてください。こちらのシリーズに関しましては、実は撮影が2024年3月頃に撮影をしております。そのため、一部データであったりお話ししていることちょっと古いかなというふうに思っておりますが、まあ、基本的には、その間に RF マウントのバージョンも出たりとか、富士フィルムでいうと F2.8 から F4.8 に変動するタイプの、軽い、標準域のズームレンズが出たということぐらいで、そんなに大きな変更はないかなというふうに思っているので、そのまま上げさせていただいております。在庫の部分が撮影のタイミングでは欠品していて、生産も停止していたんですけれども、2024年4月の時点で新品のものの生産も再開されましたので、今となってはまだ若干品薄ではある部分もありますが、だいぶ手に入りやすいような製品になっているかなというふうに思います。そんな意味も込めて今改めてちょっとおすすめできるかなというふうに思ったので、今回ね動画最後まで見ていただけると嬉しいです。また最初から最後までね、結構ね作例もたくさん載せているんですけれども、こちらの作例に関しましては編集は、ローデータを、Lightroom で編集したものか、ノスタルジックネガで撮影した JPEG データを、写真のアプリですね、VSCO と書いて VSCO、 こちらで編集した写真のどちらかを、掲載しているような形になりますので、ぜひ、写りなんかも踏まえまして参考にしていただけると嬉しいかなというふうに思います。それでは動画本編に戻っていきたいと思います。引き続きどうぞ。はい、このチャンネルでは日常をもっと楽しむために写真や映像をもっと身近にというテーマでお話をしている YouTube チャンネルとなっております。ぜひこの動画いいなと思っていただけた方はチャンネル登録、そして高評価していただけますと幸いでございます。また SNS もやっております。このレンズ、この XH2 で撮ったお写真もたくさん載せておりますので、ぜひチェックしてみてください。今回の動画では3つのステップでご紹介をしていこうと思っております。まず1つ目がこのレンズの紹介並びにいいところっていうところで、レンズの基本性能を並べてったらいいところしかなかったっていうところで、このレンズの紹介を踏まえながらいいところを、魅力的なところをご紹介していこうと思っております。でその次にこのレンズの気になるところというところですね。基本的にないんですけども、こういった懸念点はあるよっていうところで、一応ね紹介してたフェアじゃないと思うので、しっかり細かいんですがお話をしていきます。で最後にこのレンズを実際に僕が使ってみて感じたところっていうところを率直にお話をしていこうかなというふうに思っております。ぜひ最後まで見ていってください。まずこのレンズのご紹介並びに魅力的なところっていうことになるんですけれども、まずですね1点目、軽くて小さいということです。もうねこれに尽きる、本当におかしい。このレンズの小ささと軽さは、285g っていうね、標準の大三元のズームレンズでなんですよね。この 18-50mm っていうのは換算すると 27mm から 75mm っていうところになります。で F2.8 透視なので、基本的に大三元と言われるねレンズになるんですけれども、フルサイズのアートレンズのシグマのね標準大三元と比べるとこんな大きさなんですけども、正直今ねボディを入れた重さと比較してももうこっちの方が軽いんじゃないかっていうぐらい軽いです。なのでね、これをねサードパーティー、要は富士フィルム純正じゃないのに出しているっていうのがマジで異次元だなというふうに思います。それでいてちょっと今ね純正の話が出たんですけども、純正のレンズだと比較対象としては XF1655mm の F2.8 というレンズがあるんですけれども、それが重さで言うと 655g あるんですよ。で
この子が 285g っていうところで、あの純正のスノーレンズと比較するとね、これね重さ 43% なんですよ。半分以下なんですよね。軽すぎっていう感じです。それでいて、大きさも小三元とか他のね、あの純正のズームレンズと比較しても一番小さいですね。他のやつだと 1680mm の F4 とか、1855mm の F2.8 から F4、 そのあたりのレンズと比較しても同等程度か、なんならこっちもちょっとちっちゃいかなっていうぐらいのレンズになるので、すごいですよね。全然軽いです。改めてもう一回言うけど F2.8 透視の明るさがあります。なので、僕がよく表現として好きなので、こんな撮影とかもできたりするんですよ。なんかストロボ使ってたりするとよく見る写真かなというふうに思うんですけども、あのストロボとかも使わずに、あの日中の感じでもこれめちゃめちゃ軽いので、こうねグッグッとこうやって回してあげることによって全然軸がブレずに撮れるので、単焦点とかこのレンズとかもシグマのね、この APS-C のレンズめちゃめちゃ軽いんで、バッてやるとできるので、こういった表現も楽しいのでぜひやってみてください。ということで、こんな表現もできるよっていうぐらい、もうね、あの軽さからできる表現とかもいろいろあるので、とにかく軽くても小さくて最高っていう感じでございました。続きまして2点目、安いということですね。これは正直ね、あのちょっとね後々も話すんですけども、このレンズね今欠品中でなかなか手に入らないんですよ。なんでちょっと定価が、もしかしたらちょっと変わっちゃってるのかもしれないんですけれども、 6,7 万円ぐらいの定価で最初発売されてるので、 APS-C って中で比べるとすっごい安いっていうレンズじゃないかもしれないですけども、とはいえこの小ささで1本持っとけば何でも撮れるので、1本目でこれだけあればいいって思ったらもうめちゃめちゃ安い、コスパ最強すぎるレンズだなというふうに思いました。3点目ですね、写りの良さでございます。こんだけ小さくて軽くてしかも安いであれば、まあ写りってそれなりでしょって思う方もいると思うんですけど、シグマらしいシャープな写りをするレンズでございます。で、実際にこれ F2.8 なんで、開放からもねかなり綺麗な写りをします。もちろん F4 とか F5.6 とかちょっと絞ってあげるともうバチバチの解像になるかなというふうに思います。まあなので正直、比較をするっていう話になると、アートレンズとかに比べると、もちろんアートレンズ最高な描写なので、フルサイズのアートレンズに匹敵するほどの感動的な写りっていうところではないんですけれども、他のフルサイズも含めたコンテンポラリーレンズいくつも使ってきましたけども、その中でも十分戦えるぐらいのかなりいい写りをしてるなというふうに思ったので、まあ、やっぱシグマさんがね出してるだけあって納得のいく写りのいいレンズかなというふうに思いますし、まあ、僕が使ってるからそう感じるだけであって、普通にこれからカメラを始めたい人とか趣味程度にカメラをやってるよって人であれば、このレンズで満足いかないってことはまずないかなというふうに思います。次4点目ですね、 AF の速さ。ここに関してはですね、サードパーティー純正ではないのでちょっと遅いんじゃないって思う方もいると思うんですけども、2ヶ月ほど使ってみましたが、あの一度もフォーカス遅いなって思ったことはないので、ここもねこの値段とこの大きさの中でよくこのスピード出せるなっていうぐらいの感じでございますので、そこは安心していいかなというふうに思います。でここからはちょっと細かいところ2点ほどお話ししたいんですけれども、一つが、広角側、結構寄れるんですよね。あのシグマさんのレンズ結構最近近接撮影をデフォルトで入れてるようなところあるんですけれども、望遠側 50mm 側ではそんなに近くまで寄れないんですけども、特に広角側の方に関しては結構寄って撮ることができるスペックにはなっているので、まあ、僕自身あんまちょっとね広角でそんなに寄ることがないので、作例としてはあまり撮ってはないんですけれども、あのそういった近接での撮影もできるので、そういった点も一つ、特徴かなというふうに思います。そしてあとまあ僕がねよく話すところで、ゴーストとかフレアとかの写りに関しての話ですね。基本的にシグマさんのレンズって、あのゴーストバスターズっていうね方たちがいらっしゃって、まあ、要はゴーストを極力出ないようにする専門のチームがあるぐらい、こうゴーストとかをあの綺麗に処理するっていうところ優れた、レンズにメーカーさんになっております。でとはいえ僕はですね、あのゴーストとかの写りをめちゃめちゃ駆使して表現するのが好きなので、全くゼロってことではないし無理やり入れてるっていうような使い方をしてるっていう前提があるので、そこは誤解しないでほしいんですけども、基本的にこうやってフードつけたりとかしてたらまず出ないと。であえて出そうと思った時に出てくるゴーストとかがね、この写真とかになってくるんですけど、ちょっとね虹色の可愛らしいゴーストが出るんですよ。あの僕あんま見たことない、ゴーストだなというふうに思ったんですけども、これめちゃめちゃ可愛いなと思ってて、僕はこのゴーストめちゃめちゃ好きでした。なのであのあえてフード使わずに無理やりゴーストを出すような撮影の仕方を僕はよくするんですけれども、あの僕としては非常に大満足っていう感じの写りをしております。それでいて繰り返しもう一回お話をするんですけれども、ゴーストは基本的にフードとかつけたらまず出ないっていうぐらいちゃんと綺麗な処理をされております。それでいて逆光で撮った時のコントラストの落ち具合とかもないし、非常に綺麗にコントラスト出て発色もしているというところもあるので、そういった点でも逆光に対する写りっていうところも素敵な仕上がりになっております。
ではこのレンズ、これだけねいい点たくさん述べたんですけれども、3点ほど気になる点ちょっとご紹介をしたいなというふうに思っております。1点目がですね、純正のズームレンズに比べると少しレンジ幅が狭いということですね。今さっき話にも上がったんですけども、同じところで言うと 18-55mm の F2.8 のレンズがあるんで、それに比べると 5mm ぐらい短いというふうになっているんですけれども、僕個人としては使ってみたところ、そのレンジの短さが厳しいなって思ったことは一度もなかったです。また XH2 で使う分には、あの設定のところでデジタルズームが結構使えるんですよね。でこの XH2 は4000万画素っていう画素の余裕があるので、デジタルズーム、要はクロップして撮影をしても全然問題なく使えるというところがあるので、この 5mm の幅っていうのは正直 XH2 使ってる分には全くと言っていいほどデメリットには感じなかったですが、まあ、比較した時に純正のものに比べるとちょっと短いっていう風にはなっております。まあ、ただね、あの半分以下の軽さなので、まあ、そこはいいかなという風に全然思います。で2点目ですね、ズームするとピントが外れてしまうということですね。これは、設定の動画とか、以前の動画でも言ってるんですけれども、これはレンズ側の問題ではなく、正直富士フィルムのボディの使用上の問題っていう形になっております。なのでこの 18-50mmF2.8 のシグマのレンズを E マウントとか L マウントで使った時に同じ挙動になるかと言われると、ならないと思います。ズームをねこうやって伸ばしてる時に、写真でも動画でもねピントが外れてしまうんですね。僕は結構課題だなというふうに前の動画でも話した通りなんですけれども、非常に特に動画を撮って使いにくいというところになりますので、このレンズとはちょっと違うんですけども、 X マウントで使った場合の忘れられない懸念点だなというふうに思います。ちなみに、まあ、18-50 もそうだし 10-18mm の広角の方のレンズでも同じような現象が起きています。 E マウント L マウントでは起きないので改めて言っておきます。そして3点目ですね、あのこのレンズがですね人気すぎて買えないということですね。僕も結構買うのめちゃめちゃ苦戦しましたが、まあなんとかね手に入ったんですけれども、家電量販店でも、2、3ヶ月ぐらい待つぐらい、在庫が今ないこのレンズになっております。なので X マウントでは今一番手に入らないレンズかなというふうに思っております。で実際にこれは、富士フィルムのボディ側も今欠品が結構続いているので、それと比べると作ってないっていうことでは全然ないみたいなんですけれども、シンプルに生産が追いついてないっていう、それぐらい人気なレンズだということですね。そしてやっぱりボディの供給も安定、特に日本国内安定していないので、合わせてこのシグマのレンズの生産ラインというのも増やしたりすることができないので、引き続き欠品が続いているという状態なのかなというふうに僕は勝手に推測しております。はい、ここまでいかがでしたでしょうか。いい点、気になる点というところをちょっとお話をしてみたんですけれども、何か参考になりましたら幸いです。最後にですね、僕が使ってみての感想というところをちょっとお話をしていきたいなというふうに思うんですけれども、最初にお話しした通りなんですけれども、このレンズね、旅行用レンズとして E マウントでも買ってしまおうかなというふうに思うぐらいめちゃめちゃいいレンズでした。特に E マウントで買ってしまえば、逆に在庫の不足っていうのもないので割とすぐ変えたりとかもしますし、あのズームでのねその欠点っていうところも E マウントで起きないので、であれば α7-4 につけて3400万画素のちょっと大きいものにはなるので、画素の余裕を使いながら旅行用の超コンパクトな α7-4 とこの 18-50mm のセットみたいな感じでバリバリ撮れるし、コンパクトっていうのもねめちゃめちゃ使えるんじゃないかなというふうに思いました。あとは、まあ、写真用途っていうとその感じなんですけども、動画用途として α7-4 で使った場合、4K60p で撮影する 4K の高精細な画質で 60p スローモーションできる余白を残したあの撮影形式にするとですね、基本的に APS-C モードに自動的になってしまうっていうのが α7-4 の特徴なんですけれども、そこを逆手にとって、であればこの 18-50mm で最初から APS-C サイズで撮ってしまえば、そこのことも気にすることなく 4K60p での撮影ができるかなというふうに思うので、そうなってくるとマジで欠点がないんですよね。むしろちょうどいいっていうところまであるかなというふうに思うので、そういった点でフルサイズでの利用っていうのも全然可能性としてはあるかなというふうに思いました。なので E マウントで言うと 7-4 とか α7、α5 とかかなとの相性めちゃめちゃいいかなというふうに思うし、逆にね L マウントっていうとあの FPL とかね、あれも画素数かなり大きいので FPL とこの 18-50mm のセットで超コンパクトミニマルな、旅スタイルっていうのができるんじゃないかなというふうに思ったので、ここはめちゃめちゃ可能性を感じましたね。でもちろんこのね X マウント、ちょっと手に入りにくいんでおすすめちょっとね今しにくい状況ではあるんですけれども、 X マウントとの相性っていうところで言うと、見た目も全然スマートな感じになっているし、描写、写り、機能面、価格、大きさ
全て何を撮っても完璧っていう感じではあるので、もう間違いなくいいレンズだなっていうところは全マウント共通で言えるかなというふうに思いましたので、最後ちょっと念押しでさせていただきました。本当に写りと使い心地、携帯性っていうのは買う前の期待以上のものでした。ありがとうございました。はい、ということでここまでいかがでしたでしょうか。今回の動画はね、なんだかんだ X マウント用の 18-50mm のレビューと思いきや、意外と E マウントとか L マウントの、内容にも共通するものがほとんどだったかなというふうに思いますので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいなというふうに思っております。それでは今回の動画いいなと思っていただけた方は、チャンネル登録そして高評価していただけますと幸いでございます。また SNS もやっておりますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。しょまでした。バーイ。いやー、いいレンズですね。